高木香織さん、はい、日本維新の会の高木香織です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。朝からコロナ関連の質問が続いております。本当に今この日本の国の中でこのコロナの状態は本当に危機的な状況だと私も考えております。やっぱりこの今日本の国を救うためには強力なパワーメッセージが必要だと朝から各委員の皆さんからもそういったお声がありました。国民の限界に今達していると思います。先ほど尾身会長もおっしゃっておられました。もうへきへきしてるんだとおっしゃる通りだと思うんですね。で、第1波第2波と比べるとこの第3波やっぱり私たちの本当に身近に忍び寄っているこの新型コロナウイルス、これをしっかりと乗り切っていくためにはやっぱり西村大臣も先ほどから何度もメッセージいただいておりますけれども、やっぱりこの日本の国の主である菅総理、本気度を国民に見せていただきたいというふうに思います。国民の皆さん、しっかりと見てると思います。そういった冒頭申し上げまして、私の本日のテーマ、妊産婦の周産期メンタルヘルスケアの重要性について伺ってまいりたいと思います。今ですね、今日も女性の自殺が増えている、そういった議論がありました。特にですね、今、出産を控えているっていう女性がたくさんいるんですね。その中でも特にこの産後うつ、この産後うつについて取り上げていきたいと思いますが、この妊産婦の方々は、妊娠期、出産、それから産後、これ、周産期全部を通して、ちょっとうつ症状とか、こういったコロナの中で増えているのはいるんですけれども、特にこの産後うつ、これはですね、2倍増とも3倍増とも今言われている。で、筑波大学の教授が社会的調査をされました。その中では、この産後うつだと言われているような方々が、3分の2は自覚症状がないまま病状が進行しているというふうに言われています。これ最悪の場合はこれが結局は自殺につながっていくという可能性も十分考えられるわけですね。で、一人で悩まずに相談するように呼びかけてはいるんですけれども、自覚症状がないわけですから、呼びかけでは心に響かず、そのまま救うことができない、そういった状況、この点についてですね、やっぱり早急の対応が私、必要だと思いますけれども、この点、いかがですか。厚生労働大臣官房大坪審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘の産後うつでございます。厚生労働省といたしましては、産後うつの予防、それからそれを契機とした新生児への虐待、そういったことを予防するために産後2週間また産後1ヶ月、こういったところで出産間もない時期の産婦の方に対する健康審査、こういったものを行っております。で、その中では特にですね、産婦の精神状態に応じて客観的なアセスメントを行うこと、これを求めておりまして、産後うつのリスクを早期に発見する機会になるものだと考えております。また、これとは別に自治体の方でも実施をしております新生児訪問事業というものがございまして、その母親に対しても精神的支援を行うことを要項の中で求めております。こうした産婦健診ですとか新生児訪問、こういった機会をとらまえまして妊産婦の精神的な不調を早期に発見する、こういったことに努めてまいりたいと考えております。高木香織さん。はい、今さまざまですね取り組みおっしゃっていただきました。で、今日ちょっと資料もつけさせていただいてます。産婦健康審査事業について、で、先ほどご答弁いただきました、産後2週間、それから1ヶ月、これ、おそらくですね、陣原産後うつ病質問票を使ってのスクリーニングのことだと思います。で、これも資料を見ていただいたら分かるんですけれども、こちらの産婦健康審査事業、これ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援というふうのを歌っていると思うんですね。でも、この黄色いところ、ちょっと入れさせていただいたんですけれども、やっぱりこれ、切れ目あるんじゃないかなというふうに思うんです。3ヶ月、1ヶ月健診の間から乳児健診3、4ヶ月の間、それからそこから1歳半健診の間、この1年以上切れ目、ここをやっぱり今、特にコロナですから、なかなか対面という非接触型の生活っていう中で、なかなかここが
支援するというのは厳しいんじゃないかなというふうに私は思っています。第二次補正予算の方でオンライン の予算もつけていただいているというふうには聞いております。で、両親学級とかそういったオンラインでやっていただいているというのも聞いているんですけれども、やっぱりなかなかそれが完璧にできているんだったら産後うつで亡くなる方はいないはずなんですよね。それでもやっぱり本当に今厳しい状態の中、やっぱりここをしっかりとやっていただかなければいけないというふうに思うんですけれども、この点再度お願いいたします。大坪審議官。はい、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、切れ目のない支援ということを厚生労働省といたしましても目指しております。で、先ほど申し上げました検診のみならず、それに加えまして厚生労働省では子育て世代包括支援センター、こういったものを自治体に設けていただいておりまして、妊産婦の皆様の、各種相談に応じるとともに、その個別のニーズにお答えをして、個別の支援プランというものを作成をしておりまして、そこで必要なサービスを提供できるように継続的な支援を努めてまいりましております。またそれ以外にも、今先生からご指摘いただきましたように、二次補正移行を行っております。自治体では両親学級等々が中止されているところもございますので、そこをオンラインで取り組むと、こういったような市町村の事業に対しても支援をしているところでございます。引き続き切れ目のない支援、こういったことにつきましては、自治体ともご相談をしながら、着実に進めてまいりたいと考えております。高木香織さん。はい、ぜひここは強く要望しておきたいと思います。で、子育て世帯包括支援センターのことも触れていただきましたけれども、これ全国すべてにあるわけではないと思います。まだまだ道半ばだと思いますので、ここしっかりとやっていただく、それから地域間格差がないようにお願いをしたい、それから多職種連携、これチームで行っていただくということ本当に重要だと思ってるんですね。で、ここは妊産婦の方々がいろんな支援を受けられるっていうことだけじゃなくって、産婦人科医、精神科の方、精神科医の先生、それから助産師、保健師、そういった多職種の方々がそこで情報共有をできるですとか、そういったことも含めてやっていただきたいと思っています。やっぱり現場のお医者さんからするとですね、その医療と福祉と行政となかなかやっぱり連携うまくいってないんじゃないかなというふうな懸念もお声聞いておりますので、ぜひそこはしっかりとやっていただきたいというふうに思っています。この産後うつはですね、例えばお母さんがなるとお父さんも影響されてしまう、そしてそういったご両親が育てているお子さんにもすごく影響があって、これが児童虐待、こういったものにつながっていく、やっぱりこれ命を守っていく、このメンタルの部分から守っていくということも、これすごくこのコロナ禍の中で重要だと思います。冒頭申し上げたように声なき声、これ拾っていかないと私いけないと思っています。そういった中でですね、今日は時間が限られていますので、これについてはまだまだご質問したいことはあるんですけれども、今日のこの議論を聞いていただきまして、三原淳子副大臣、ぜひともですね、お母さん、お父さん、それから子どもたちの命、守っていただきたいと思います。ご決意いただけますでしょうか。三原厚生労働副大臣。お答えいたします。高木委員のおっしゃるとおり、大変重要な案件だと私たちも認識しております。今年9月に報告された子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についてによりますとですね、虐待死亡例における実母の心理的、精神的問題等では、心中による虐待死事例では産後うつ、うつ状態がそれぞれ 25%、心中以外の虐待死事例はうつ状態が 12% と、うつ状態と児童虐待には一定の関連があると思われるということであります。出産後の産婦への心身のケアを行う産後ケア事業について、2024年度末までに全国展開の実施や、令和2年度第二次補正予算において、コロナ禍における感染拡大防止の観点から、オンラインによる、先ほど先生がおっしゃったような保健指導等や、里帰り出産が困難な家庭への育児等支援サービスの実施も行っているところでございます。さらに第三次補正予算案にも引き続き、コロナ禍における対応に必要な経費を計上したところであり、新型コロナウイルス感染症が発生している状況下においてもですね、今後とも引き続き、産前産後の母子に対する切れ目のない支援、推進してまいりたいと思います。高木香織さん。はい、
ぜひともお願いしたいと思います。でこの、出産を迎えるお母さん方、ここはですね、あの周産期メンタルヘルス、あの全てにおいてですけれども、この助産師さんの役割、これすごく重要になってくると思うんですよね。で 産婦人科の先生方、これもなかなかですね、この少なくなってきているという中で、やっぱりこの出産を控えるお母さん方が安心してそれを迎えられる、それはやっぱ安心をすごく望んでおられるこのコロナ禍の中で、そういった中でですね、尾身会長にお聞きをしたいと思います。この助産師さんの議論、医療現場で果たしている役割ですとか働き方、これ分科会の方ではどのような議論があるのかお聞かせいただけますか。尾身参考人、お答えいたします。あの助産師さんの役割についてそれ自身を分科会で議論したことはございませんが、ただあの妊婦の方はですね、その妊婦、妊娠してない方に比べて、入院の、可能性も高いし、それから、人工呼吸を感染した場合に可能性が高いので、私はこの助産婦の人たちもしっかりとしたその支えるシステムと、それからあの検査を受ける場合のいろんな支援ですよね、そういうことも大事だし、それからあの妊婦の方自身はあのもちろん検査をするんですけど、検査は万能ではないので、その前後は感染をしないような努力という意味で、そういう総合的な努力が必要というのは、特にそれ自身を議論したことはないですけど、我々分科会のおそらく議論すればそういうことになるのではないかと思います。高木香織さん。はい、ありがとうございます。今あの検査のことも触れていただきました。私もですね、やはりこの医療従事者、それから介護従事者、こういった方々、エッセンシャルワーカーの方々、やっぱりこの例えば PCR 検査ですとか、今抗原検査、抗体検査とかいろいろ検査ありますけれども、万能ではないですけれども、やっぱり検査をすること、それで先ほど尾身会長もおっしゃっておられたように、その無症状感染者、これ本当にあの怖いと私思ってます。でやっぱり先ほど申し上げたように、あの妊産婦の方々が安心していられるためにはですね、やっぱりこういった検査も公費負担でやっていただける、これやっぱり必要だと思いますけれども、この点ももう少しお話しいただけますか。尾身参考人。お答えいたします。先生おっしゃるように、妊婦の人にも検査をする場合の、あの公費といいますか、あの国からあるいは自治体からの支援というのは、あの直接我々はそのことを分科会では議論をしませんでしたけど、私はぜひそうしていただきたいと思います。高木香織さん。はい、あの先ほど、助産師さん の役割、その具体的にあの分科会の方で議論しているわけではないということですけれども、医療従事者の中にも含まれるかと思いますし、ぜひともまたここはですね、切り込んで議論をしていただければというふうに思います。時間がなくなってまいりましたけれども、先ほど我が党の清水委員もあの申しておりましたけど、リスクコミュニケーション、これ私も本当に重要だと思います。冒頭やっぱりこの強いパワーメッセージが今こそこの日本の国では必要なんだと、このコロナを沈静化させるためにはやはりそれすごく重要だと思うんですよね。でこのリスクコミュニケーションというのは、やっぱりあの発信だけではなくって、やっぱりこうしっかりと国民に噛み砕いて発信をして、心に落ちる、そこまでやってこそリスクコミュニケーションだと思っています。これをしっかりと、尾身会長から先ほどいろいろリスクコミュニケーションに対してあのご答弁ありました。最後にですね、西村大臣、何度も聞くようで本当に恐縮ですけれども、最後にご決意、このリスクコミュニケーションしっかりとやっていくんだ、この体制づくり、それからあの今後のご見解、最後にまとめていただけますでしょうか。時間が来ておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。西村国務大臣。あのご指摘のようにリスクコミュニケーションの重要性、これは分科会でもご指摘をいただいたところであります。専門家のリスクコミュニケーションの専門家にも入っていただいて、そしてあの日頃からさまざまなご意見をいただきながら対応してきております。あの私どもの対策、やろうとしていること、国民の皆様へのメッセージ、こういったことはしっかりと伝わるようにですね、引き続き専門家のご意見いただきながら全力で取り組んでまいります。高木香織さん。はい、終わります。
はい、やった。